大国鉄 ATR 型機動車は、1985年に営業運転を開始した大国有鉄道の二等冷房機動車である。その車番から2100型と呼ばれる場合もある。1985年当時、大国鉄は長距離旅客の航空機への転移に悩まされていた。そこで二等冷房車を組み込んだディーゼル特急列車を、北本線、東北本線、 南元線の各主要幹線に投入することとなった。この二等冷房車として製造されたのが本形式である。なお本形式は他形式を制御車として連結する前提で製造され、本形式には制御車が存在しないため、当初から同時に製造された NKF 型の中間に組み込まれて運用される形をとっていた。 NKF 型の中間車として製造されたため、NKF 型と同様のコルゲート付きのステンレス構成車体である。また、冷房車であるため車端部に床置き式の冷房装置を装備しており、側窓もスモークガラスが使用されている。上高扉は片引き戸。登場時の塗装は、車体用部に青色の帯が巻かれているものであったが、現在は THN 型や、 NKF 型と同様の青色、オレンジ色、薄桃色を組み合わせたものとなっている。座席は方向固定のリクライニングシートで冷房装置が設置されている。また、デッキは存在しない。当初は前述のように NKF 型の中間に組み込まれて特急列車として運用された。この特急は運行は国鉄が行い、サービスや営業は 運行方面ごとに国鉄とリース契約を結んだ民間のホテル業者が行うという新しい方式が採用された。しかし、この方式はあまりうまくいかず、また高密度で運行されるエアコン付き長距離バスなどに旅客を奪われ、より特急運用に適した ASR 型に置き換えられた。その後は、バンコククルンテープ駅と空港に隣接したドンムアム駅を結ぶ、 シャトル列車などに使用されたが、現在は THN 型や NKF 型で運行される、急行列車の二等冷房車として運用されている。また、THN 型、NKF 型4両の中間に、本形式1両を連結した5両固定編成が現れているほか、東北線のウボンラーチャッター2方面への急行列車では、 本形式2両を THN 型2両で挟んだ4両固定編成が運用されているのも特徴である。2101号車はマハヤチャイ船内にて運用されており、同船で運用される唯一の冷房車となっている。本車両の形式名である ATR はエアコンディショナー、トキュカー、レールカルの頭文字を取ったものである。2100K2 次車は ASR 型の3次車は ADR 型のそれぞれ中間車であり、本 ATR 型とは、初言も運用も全く異なるため、同一形式として扱うのは適当ではない。鉄道ピクトリアル2000年6月号、P108 から110電気車研究会。ありがとうございます。